ナミさん、みんなの銀行紹介してくださってますね。ありがとうございます。これいいですよね。私もね、10日ぐらいになるんですけども、毎日1本から2本このみんなの銀行の動画を作って今に至るんですけども、おかげさまで今ね3万4000円入ってるんですよ。例えば1日に3000円のこういった報酬が得れるとしたら、 YouTube1 本作ってすぐにお金になるってことになりますよね。いや、これはすごくないですか。もはや YouTube の広告収入に依存しなくても、 YouTube の放送の中で特定のアプリを紹介すると報酬になってしまうというね。で、今回のこのみんなの銀行のプロモーションって、この企業的にもうまくいってるんじゃないかなと思うんですよ。だってね、テレビ CM もしない、雑誌に掲載もしない、だけども YouTuber が勝手にこうしてね広めてくれる。特に報酬がなかなかね取れてない YouTuber さんほどこういうのは熱心に紹介すると思うんですよね。で、影響力のある YouTuber さんがボーンと紹介するのも一つなんですけども、それは企業案件といってまとまったお金をね支払うことになると思うんですよ。でも今回の件っていうのは、誰かにちょろっと流せばね、基本的にその YouTube で報酬を得たことがない方っていうのが一番多いわけですから、そういう方が報酬を得るための入門編としてこの動画を作る可能性はあります。でもそういう意図を組んで、でも私たち、まあね、まあ、弱小 YouTuber といいますかね、中堅以下の YouTuber はこういうものにしっかり乗っていって、自分でもアプリを搭載するし、周りの人にも知らせるしって感じだと思いますんで、最も人数が多いそういった層にアプローチする、そんなプロモーションじゃないかなと思うんですよ。いや、だからね、私でもこうやって3万4000円なんですけども、ね、今3万4000円いただけるってことは、多くの方が少なくとも数千円っていうのは手にしてると思うんですよ。だからこれがインターネットビジネスの初報酬かなと思いますので、切り口を変えてね、ネットビジネスでまだ稼いだことがない人が今日中に稼ぐためにはみたいなね、そんな動画を撮ってもいいかなと思いましたね。はい、今回もありがとうございます。これからもね、こういう案件って結構出ると思うんですよ。こういう風なモデルが成功例になってね、その時はまた紹介させてもらいますんで、よろしくお願いします。それでは。